アロハこんにちは、 DJ ソアライズメロージャム TV ファイナルファンタジーレコードキーパーやっていきたいと思います。今回はですね、バックフェスカウントダウンシリーズハッピーラッキーガチャやっていきたいと思うんですけど、今回はですねファイナルファンタジー14ですね、キャラちょっと見ていきましょうか。はい、14セットしてます。14もね、まあ全然ナイトメア挑めるほど全然強くないんですけど、なんだろうな、まずサンクレットバーストのみ全然ですね、ガチャ待って1個ですね。板超絶持ってるな。はい、バパリも、あ、超絶持ってますね。オルシフォン超絶、あ、でも超絶持ち結構いますね。はい、今多分この今なんだろう、メンバーにしてるやつ特になんだろう、枠で作った時に一応やったやつですね。武器装備してないところを見るとまだ14も実戦はやってないですね。アルフィメア、チェイン持ちです。超絶も持ちですね。はい、お、なんか持ってる、まといですね、持ってますね。まあ、これがスタメンってわけではないんですけど、お、なんか持ってますね。短縮ですね。はい、必殺技はバーストバーストですね。シド超絶のみですね。ですね、特にガチャなしで超必殺のみ、なんでこれをセットしてるのかよくわかんないですけど、まあ、とりあえず14はかなり品薄ですね。ヤシトラは覚醒奥義持ちです。ガチャ待てはなしですね。まあ、全体的に、まあ、なんだろう、多分適当に多分セットしただけでしょう。それを保存しておいただけっぽいですね。まあ、そんな感じで、やってみましょうか。はい、バックフェスカウントダウンシリーズハッピーラッキー、その前に1日1回無料ちょっとやってみましょうか。はい、DJ 明けでそのまま朝帰ってきた中でやってます。なんで声がガサガサですけど、この動画もすぐタイムリーにアップしたいと思います。はーい、 OK、 お野菜あざす。ということで本題ですね。バックフェスカウントダウンシリーズハッピーラッキー行ってみましょうか。ファイナルファンタジー14ですね。バックフェスカウントダウン、神引きしたいですね。14結構品薄なんで、なんだろうな、なんかいいの実戦でナイトメアで使えるやつ欲しいですね。ジェムでいきます。お願いします。ミラボ2つ3つ、それ買い引きっすよね。それってなんか今までカウンターの散々やってますけどない気がするんですよね、3つは。おお、1個きた、ザース。アルフィの覚醒奥義とか来たらやばいっすね。アルフィの覚醒奥義ってどんなやつだったっけな、本かな、なんだろう、カモン、何これ、いかつ、多分持ってないでしょこれは。いかついな、全く分かんないな。あ、ニュー、うわー、オーバーフロー奥義か、なるほどね、オーバーフロー奥義か、イダね。あ、20回連続の炎限界突破、ちょっとイダ見てもいいっすか。かぶりなしだったんで、まあ、アザス、イダか、イダってなんか、いざ超絶持ちだ、板ちょっと入れてみようかな。板の板、あー超絶覚醒奥義か、あーモンクアビリティか、なるほどね。モンクアビは知しか持ってないんだな、合剣知の方ってことはなかなか使いにくいな。なるほどです。まあ、バースト持ちっていうのはあるんですけどね。アルフィノ、やっぱアルフィノが欲しかったかな。アルフィノ覚醒奥義かな、欲しかったかな。まあそんな感じで、今回ファイナルファンタジー14ですね、バックフェスカウントダウン、はい、まあかぶりだじゃなかったんでね、まあよしとしましょう。ありがとうございます。よかったらチャンネル登録してくれるとすごい嬉しいです。メロージャム TV ファイナルファンタジーレコードキーパーよろしくお願いします。DJ ソアライズでした。